もう一度世界チャンピオンになりたいと、その強い思いで今一生懸命練習して、本当に若手慎吾復活だというみんなに思ってもらえるように、いい勝ち方で、そしてもう早く世界へと思ってもらえるように、そういう風にリングの上で証明したいと思います。この度フレア山上ボクシングスポーツより、復帰第一戦目が決まりました。相手は瀬戸選手で、元日本暫定チャンピオンで強い選手ですけれども、必ずこの試合をきっちり勝って、もう一度世界へとアピールしたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。